じゃん。わ、すごい。うん。うなぎ率すごいですね。うなぎ率すごいよね。日本のうなぎを愛する皆様、こんにちは。山田水産の山田慎太郎です。今日はここ LA ソーテル地区の辻田さんのお店に到着しました。見てください、この上り傾いてます。明日がフェアのオープンなので、今日は試食になります。スタッフの方が作ってくれたね、今日はうなぎを食べて再現できてるかどうか確認したいと思います。じゃあ中に入ります。いらっしゃいませ、お待ちしておりました。帽子が素敵。はい、というわけで、辻田さんで今日今から試食をします。でこちらがご紹介します。今回調理の方を担当してくださいます多田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、多田と申します。うなぎは初めてですよね、はい、この店で ね、 そうですね。こちらの店で提供するのは以前イベントの時とかでは提供したことあるんですけども。なるほど、なるほど。はい、今回の山田社長からいただいたとっても美味しいうなぎを使わせてるのは初めてなんで、すごく楽しみに調理させていただきました。大体日常生活でうなぎを食べない日が3日空くことないんで今日3日目なんですけど、普通に食べたいなので、試食にならないかもしれない。ぜひ、お米の方も日本の米ではないんですけども、カリフォルニアで作られて、こちらで使える米としては最高級の米を使ってますので、ぜひ、ご賞味いただければと思います。お寿司もそれで握ってる。そうですね、はい、美味しいですよね。はい、ですね、こちら、松竹梅3種類準備させていただきまして、はい、こちらまず梅の方からです と、山田さんのうなぎを 1.5 尾です。1.5尾、はい、ですとちょっとかなりボリュームがあるような形になりますね。はい、竹と松の方に関してはうなぎを2尾使用しています。で上の方には約 1.5 尾使用しまして、あと中の方に半身ほど、刻んだものを間のミルフィーユの層にしてますので、すごい、はい、下の方まで味があって飽きずに召し上がっていただけて、いや楽しみですね。ぜひ楽しんでいただきます。はい、脱菜は我慢しましょう今日本番で食べる試食なので。失礼いたします。お手元失礼いたします。すごい、これだから空輸チルド輸送。そうですね、はい、これはブリと、マグロとタイです、ね、タイだ、はい、金粉付きだよ鈴くん。普通に嬉しいね。いただきます。握り締めてお召し上がりください、はい、あ、握りなんだちゃんと。いや、これで俺らビール我慢できる俺ら立派になったな。うん、あ、普通にうまい、美味しい。こっちの人って基本的にアルコール強いから日本酒とかポンポンって飲んじゃう。そうですね、結構ね。え、特にすぐ開くんだ、はい、うなぎお好きですか。大好きです。ねえ、美味しいですよね。食べたら元気が出そうな気がする日本人ですねそういう食べ物って俺思うんだけど、日本人ってうなぎってそうじゃん。アメリカの人ってないよね。あんのかな、パワーフード、チーズバーガーとか元気なんないでしょうまい。さあ本日はおひたしとうまき、お漬物の三種盛りでございます。はい、どうぞお楽しみください。これがうなぎオムレツ、これだったんですね。そうです、いいっすね、はい、うなぎオムレツだ、ほんとほら、うまきってことです。開けてみよう、ロスで開ける初めてのうな重、開けます。じゃん、わっすごい、これで中に刻み、はい、すごいなこれ。山椒でございます。すごい、改めましていただきます。うわ、重っ2匹入ってるとすごいね。うん、うん、柔らかい、バッチリです。大変美味しいです。お米美味しいですね。お米美味しい、よかったよかった、美味しいです。ありがとうございます。この中にさ、刻みが入ってるの。刻み、ほらほら、本当だ。うなぎ率すごいですね。うなぎ率すごいよね。再現度完璧ですね。うちの味だ。ロスで食えると嬉しいな。この再現性が寸分狂いない。
冷凍だから問題ないけど、うちのうなぎなりにも長旅だからこうやってさ、海渡って山田のうなぎが山田のうなぎであったっていうことはちょっと感動だね。うなぎオムレツ、あ、おいしい。これいわゆるだし巻きでですよね。すごいよね、プロテイン量、筋トレしなきゃ。いやー、うまいな。変わらずさ、柔らかいし皮がおいしいんだよ、うちのうなぎは。うなぎ皮食べない人いるからね、皮がうまい。食べてほしいな、八村塁にね、っていうほどバスケ詳しくないんだけど、うなぎ2匹って俺もなかなかないな、1回で。ボリューム的には日本のものに比べていかがですか？いや、日本のよりありますよ。ですよね。こんなにないですよ、はい、多分このご飯何グラムですか？これ250です。250、はい、入ってる。うち200なんで、普通日本でいうと定番でもお弁当でも200円は普通ですけど、うん、完食で、ごちそうさまでした。完食しました。美味しかったです。あのちゃんと日本の味が再現されてますんで間違いないでしょう。じゃあ明日から本番なので、お客さんのこの入りも期待しながらまた真面目に仕事しましょう。以上です。